この秋、すみっこたちの日常に魔法がかかる。町に伝わる青い月夜の伝説、その伝説が現実に。魔法使いの兄弟と一夜限りのナイトパーティー。あれ、もう帰っちゃうの？ってその子は5じゃないよ。そして始まる残された5と夢を叶えたいすみっこたちのすみっこ暮らし。魔法がうまく使えない5が起こすとびっきりの奇跡とは。映画すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子。え、すみっこたちも魔法使いに？